はい、こんばんは。 YouTube をご覧の皆さん、くにひらです。このチャンネルは日本の未解決事件、行方不明事件、猟奇的な事件などを取り上げ、ラジオ形式でお伝えし、皆さんと一緒にその真相を考えていきましょうというチャンネルになっております。はい、皆さんお待たせいたしました。久しぶりの未解決事件でございます。いやー、お待たせしました。皆さんこんばんは。メロンちゃんさんこんばんは。つばきさんこんばんは。ゆきさんもこんばんは。いらっしゃいませ。久々のくにひら探偵事務所でございます。はい、ということで今日はですね、告知通りですね、未解決事件を3つやりたいと思うんですけども、1個だけ告知通りじゃないことがあって、アミミチャさんこんばんは。お久しぶりでございます。昨日の段階ではね、事件3つやるのは霧積山の事件ですね、それと、八戸の女子中学生の事件と、あと時計の顔流れの3つをね、今日やろうかと思ってたんですけども、どうせやるならね、真夏に起きた事件の方がいいんじゃないかっていうことでね、これからほら暑い季節になっていくじゃないですか。で、まあもうすぐ8月になるわけなんですけれども、キャンプ場とかね、そういうところとかで起きた事件っていっぱいありますので、今回はそういう事件を取り扱った特集、真夏の未解決事件特集という形でやりたいと思います。まあ一つ事故が入ってるんですけども、そんな感じでやっていきたいと思いますので、ちょっと待ってね。BGM のサイズを。ちょっと待ってね。これどうやんだっけ。こんなもんか。 BGM とかマイクの音量大丈夫でしょうか。今のうちに、ちょうどいいとか良くないとかおっしゃっていただければありがたいでございます。はい、ということで今日は真夏の未解決事件スペシャルということで、まあ、まず最初は今もう画面に出しておりますけども、霧積山の女性殺人事件からやっていくわけです。で、八戸の事件はちょっと今日はやらないでおいて、真夏の事件といったらね、キャンプ場の事件といったら、まあ皆さん気になっているところでしょう。下村まなみちゃんのね、昼賀の高原の行方不明事件を2つ目にやりたいと思います。で、3つ目は、黒倉川水難事故ということで、ドキュンの川流れの事件を、事故ですね、をやりたいと思います。で、まあこれらの事件ですね、まあ考察する要素、ゾワッとする要素でね、そんな感じで今日はみんな真夏の暑い夜をね、過ごしていただきたいかなというふうに思うんですけども、それだけじゃなくてですね、この3つの事件すべてこう教訓が得られるはずです。何かしら皆さん今日その教訓を得て帰っていただきたいんですよ。で、今年のね、夏、まあ暑いな、夏になることでしょう。これからね、その夏を楽しく安全に乗り切るために、まあコロナ禍ではありますけれどもね、ちょっとこういうこんな事件に、ま、事件事故に巻き込まれないように、皆さんには今日はね、教訓を得て帰っていただきたいと思いますので、よろしいですか。よろしいですか。よろしいですか。はい、皆さんこんばんは。リカちゃん、リカさんこんばんは。ひろきさんもこんばんは。昨日ごめんなさいね、告知ないあんだけ告知してからサイコパス診断やるよって言ってたのにね、告知しないで結局急に始めるっていうね。はい、亀田さんこんばんは。音声 OK ですか。ありがとうございます。かなさんこんばんは。アキペレさんこんばんは。いらっしゃいませ。また寝てた。早いな、寝るのが。ですね。はいはい、いいですか、いいですか。ゆきさんも今日は病院からの参加ですかね。はい、いらっしゃいませ。トイレ行けなくならないですか。夜大丈夫ですか。BGM が少し大きいですか。なんかね、僕もそんな気がしてた。もうちょっと下げようか。ごめんなさいね。ちょっとね、ファイルを間違って消しちゃって、今まで使ってた BGM なくてね、新しく入荷したんですけども、その BGM の音量の設定のちょっといまいち良くないみたいですね。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、よろしいですか。猫の毛マルケさんこんばんは。いらっしゃいませ。はい、じゃあ早速始めていこうかな。よろしいですか。よし、さあどんどんいきますよ。今日3つもやるからね、サクサクいきますよちょっと待って、喉乾いたサクサクいきますよとか言ってね、まずちょっと飲み物を。今日はですね、ブラッドオレンジジュースを買ってきたので、さっきローソンで。
すごいでしょ。9時から配信だって言ってんのにね、8時50分にローソンに行ってきたんですよ。よし。では、だんだん人も集まってきましたので、どんどん始めていこうかなというふうに思います。はい。この霧積み山の事件、まあ、皆さん未解決事件好きでしょうから、聞いたことはあるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、一部のね、未解決好きの中では、かなりこう、なんていうかな、特殊な感じで扱われるというか、なんか他の事件ともまたちょっと違ったような事件になっているわけなんですね。まあそれは何かっていうと、非常にちょっとオカルトチックな要素が入っているんですよね。うん。で、さらにちょっと過激な猟奇的な事件ということで、まあ、かなり注目を集めている事件なんですけども、この事件はですね、1972年8月17日に起きた事件であります。はい、嘘です、8月16日ですね。はい失礼いたしました。に、起きた事件でございます。霧積山温泉女性殺人事件なんて言われたりするんですけども、その1972年ですね、昭和47年ですね、今からちょうど40年前になりますかね、のお盆、8月16日の午後5時頃、夕方ですね、まあ、その霧積山というところに温泉があるんですけれども、そのダムの建設現場の付近の小屋で殺害された女性の遺体が見つかっているんですね。で、その次の日、8月17日に新聞で一面を報じられて、世間にはもう一気に知れ渡ってしまったと。はい。被害者となっている女性はですね、群馬県の伊勢崎市に住んでいる当時24歳の女性であったと。で、この、まあ、女性 K さんとしますね。この K さんの遺体は激しく損傷していたんですけれども、着衣の乱れから乱暴された後に殺害されたというふうに見られております。はい。で、まあ、未だに未解決となっている事件なんですよ。でね、この事件ね、僕ね、前にも動画でやったことがあるんですけども、まあ、非常になんというかね、すごい偶然に偶然が重なって、ただその偶然がね、いい偶然じゃなくて悪い偶然なんですよね。不運に不運が重なって、もう事件に巻き込まれちゃったようなね、事件になっているわけなんですけれども、それでは、なんでこの女性がそういう事件に巻き込まれていってしまったのか、時系列を追いながら見ていきたいと思います。はい。1972年8月13日、遺体発見の3日前ですね。この日、K さんは群馬県にある秘湯温泉、これなんて読むの？金の湯の館。なんて読むんだっけ？忘れちゃった。に、ここにね、一人で旅行に来ていたんですよ。でね、本来の予定であれば、この K さんのお母さんとね、あとは、弟ですね、の3人で行く予定だったんですけれども、この2人がですね、直前に都合が悪くなってしまったということで、まあなんか何、近所のおばさん、そのお母さんの友達っていう人もなんか一緒に、ね、その代わりに行くよみたいな感じだったらしいんですけども、まあなんかね、そんなお母さんの友達と言ってもちょっとなんかなっていうことで、まあ一人旅になってしまったわけな。均等感ありがとうございます。リカさん。毎度毎度ありがとう。あ、母さんもいらっしゃいます。こんばんは。で、その、そんな困難があって、一人で行くことになってしまったんです。3人の予定の旅行だったのが、一人で旅行に行くことになってしまったんですね。そして、13日に宿泊 した翌日、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。あれ？ちょっとお待ちください。記事を間違ったみたいだ。まあいいや。ちょっと途中途中思い出しながら行きますね。で、この最寄りの駅っ
ですね、駅までは電車で行くようなんですけども、その電車の駅からですね、この錦東館ですね、山の中にある温泉なので、そこまではですね、結構な距離あるようなんですよ。徒歩だと3時間ぐらいかかっちゃうそうなんですね。で、ここまではマイクロバスが出ているんですよ。もちろん遠いところなのでね。で、マイクロバスが出ているんですけども、この女性 K さんですね、到着した時にね、まあちょっと旅、一人旅だからさ、ちょっと歩いてみようかなみたいな感じのテンションだったんでしょうね。そんな困難があって、この錦東館までですね、なんと歩いていこうとするわけなんですよ。で、まあその多分調べていかなかったんでしょうね。その近くの案内所みたいなところで、ここから錦東館まで歩いたらどのくらいなんですかなんて聞いたら、いやいや4時間かかるし、そんな癖じゃ無理だよっていうことで、ハイヒールみたいなのが履いてたんでしょう。だっけか、確かね。それで、まあそんなんじゃ無理だよっていうことで、止められるんですよ。でもまあこの女性はね、いやいや歩いていきたいなとか言って、近くでね売ってたね靴を買うんですよ。スニーカーを買ってしまうんですよ。でスニーカー買ったんだけれども、やっぱりその周りの人たちがね、いやいや無理だって姉さん、遠いよ、山道だし徒歩4時間3時間4時間かかる道だよって、やめな、マイクロバス黙って待ちなって言って、周りの人に説得されてですね、結局マイクロバスで行くことにしたんですよ。で、マイクロバスで温泉に行って、でまあ別に何もなくね、一晩過ごすわけなんですよね。で、その次の日ですね、8月13日の夜は宿泊をして、14日ですね、14日にですね、この日もですね、まあ、帰りマイクロバス出てるんですけど、なぜかこの女性はですね、徒歩で下山をしようとするんですね。で、この錦東館のおかみさんがですね、まあ、女性一人での下山は危険ですよと。で、徒歩だと、まあね、さっきも言ったように3時間以上かかるんだよと。黙ってマイクロバスに乗って行きなさいということに言ったんですけども、この女性なんと、まあ、一人でも大丈夫ですよと言って下山を開始してしまうわけなんですね。そう、なぜならスニーカーを買っちゃったから。ね。普通の多分旅行に来た時のそのサンダルみたいなのであれば、もう絶対止めたと思うんですけども、なんせこの女性ね、行きの時に靴を買ってしまっているので、もう何としてもその靴を履いて下山をしなきゃなかったでしょうね。そう思っちゃったんでしょうね。ということで、そのスニーカーを履いて一人でその山道を下山し始めるわけなんですよ。で、事件当日、真夏で気温も30度以上あったと見られていて、まあ、女性の足で3時間以上山道を歩くのは気候的にもかなり厳しかったということなんですよね。そしてこのおかみさんの言葉を無視して錦東館を後にした K さんは、その後行方不明になってしまいました。はい。で、まあこの一晩泊まって一泊二日の旅行だったので、14日にはですね、自宅に戻る予定だったんですよ。でもその日戻ってこなくて、次の日になっても戻ってこないということで、この K さんのお姉さんがね、温泉まで探しに行ったんですよね。で、まあ、当時は携帯電話なんてものもないですし、ポケベルなんていうものもないですし、本人と連絡を直接に取る手段っていうものがないわけなんですよ。1972年ですからね。うん。それでですね、まあ家族みんな動き出して、でこの K さんのお父さんですねは、自分の近所の住人たちの協力を得てですね、まあ、住人体制でこの錦東館というところにね、みんなで向かったんですね、車で。で、まあそのあんまり目撃証言とかもないので、もうただそのひたすらに山を下ってったという情報をもとに、その歩ったと思われる、道をですね、車と徒歩でこう探して回るわけなんですよ。するとですね、
そのなんていうかな、どう山道があるじゃないですか。その、ちょっとこう崖ってほどでもないんですけど、まあ、下っていけるところなんですけども、ちょっとこう下の方にですね小屋が見えたんですね。で、まあ、これ農作業小屋みたいな感じの小屋なんですけども、山の中に小屋があるね。で、お、あんなところに小屋があるぞとお父さんが気づいて、まあ一応確認に行くかということで、その小屋の方に向かって歩き出すんですね。うん、そうするとですね、その作業小屋に今大量のハエが群がっているというのを見つけてしまったんですよ。それで、まあ、この小屋変だなと、なんでこんなにハエがいるんだということで、小屋の中に入ってみたところ、まあちょっとこうかなり乱雑に散らかったような形だったんですけれども、まあ8畳と6畳の2つの部屋があるような小屋だったんですけどもね。で、あれ、錆びたような小屋、わかります？あれ、トタンっていうのかな、ああいう素材でできた、まあ、錆びたような小屋だったんですけども、その中にですね、まあ、トタンが敷いてあったんですね。で、そのトタンのところを中心にハエがすごくいっぱい群がっていると、なんじゃこりゃということで、そのトタンをめくってみると、なんとそこには K さんの遺体が仰向けの状態で、見るも無残な状態で倒れていたということなんですよ。まあ、この時の K さんはですね、まあ濃い紺色のノースリーブのブラウスに白いスカートを履いていて、スカートがまくれ上がって着衣の乱れがあったと。で、遺体はね、目を背けたくなるようなほど激しく損傷をしていたということのようです。首の右と左腕、そして右手の3箇所に鋭利な刃物で刺されたような深い傷があったほか、大小合わせて全身24箇所に刺し傷、さらに心臓がえぐられており、肋骨が3本折れていました。遺体発見現場での出血量は少なかったため、おそらく他の場所で殺害された後にこの作業小屋に遺棄されたというふうに見られています。それを裏付けるかのように、作業小屋の前の道路にはタイヤの跡がついていました。はい、なお K さんが所持していたはずのハンドバッグやカメラですね、こういったものは作業小屋にはなかったということなんですよ。うん、さあ、ここまでどうでしょう、だいぶ涼しくなったんじゃないでしょうかね。コメントちょっと読もうかな。ちみさん、こんばんは。母さん、この時生まれている。マジか、リアルタイムの人いたわ。貴重なご意見お待ちしておりますね。プチプチとノイズが入り出してます。ノイズ入ってます。なんかね、確かにちょっと今日始める前ちょっとなんか環境悪いなと思った。でも多分ね、そのプチプチはね、あの心霊現象だと思いますよ。ほら、母さんにしか聞こえてないんですよ、プチプチは。大丈夫かしら。はい、さあ、では続きいきましょう。ごめんね、僕ね、あの今日ね、これね、ちょっと情報が多い記事を選んだつもりだったんですけども、あの情報が少なかったので、途中思い出しながらお話をしていくので、おっと、タレパンダ遅れました。20分の遅れです。それでですね、多少間違っていることとか、なんかこういう情報もあったよっていう付け足しあれば、どんどんコメント欄に書いていただいて大丈夫ですので、初めて参加の方もどんどんコメント欄で参加してくださいね。うち参加型の考察チャンネルになっているので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、
ですね。次どこ行こうかな。で、まあこのね、犯人というのは未だに捕まっていないわけなんですけれども、作業小屋から犯人につながる証拠品は一切上がらず、霧積み温泉女性殺人事件は現在まで未解決事件となっています。なおその後のネット上の検証などで K さんはアスペルガー症候群の可能性が指摘されています。また犯人も同様の精神障害や発達障害を抱えた人物ではないかと言われていますが、信憑性が高い情報ではありません。なんかよくわかんないですよね。どっからそんな情報が出てきたのっていうね。あこの例えばさ、そもそもこの時代にアスペルガー症候群ってまだ知れ渡っていないわけじゃないですか。ここ最近じゃないですか、アスペルガー症候群って。で、まあ、例えばね、そういう診断がついていて、そうだったらしいよっていうならわかるんですけども、今これしかないネットの情報、この K さんってね、実名も出されてないですし、その K さんがなんていうの、どういう生活をしてたかとか、普段どういう人だったかっていうのわかんない状況じゃないですか。それでこのアスペルガー症候群なんじゃないかっていう噂が出るのが、そもそも意味がわからんし、犯人も同様の精神障害や発達障害を抱えた人物ではないかって、それ一体どっから出てきたんだと、根拠を出せという話なんですけどもすいませんね、話がそれた。でさらにですね、事件当時周辺ではですね、ダム建設のために基幹作業員が200名ほどいたということが分かっています。はい、ですのでこの現場には、温泉の人とか地元の人だけではなくて、まあ遠くから来ていたその基幹作業員ですね、ダムの建設のために来ていた作業員が200名ほど、かなり多くいたんではないかというふうに言われております。はい、でこの事件、まあ実はね、その下山途中にね、何件か目撃情報があるんですよ。家族連れがね、その女性が山の中で一人で歩いてるのを見かけて、危ないから乗っていきなって言うんですけども、いいですいいですって、大丈夫ですから歩きますということで、そういうことでね、乗らなかったっていう経緯もあるんですけど、まあその時は、もちろん一人で歩いてたっていうような目撃情報があったりするんですけども、まあこの事件が注目されている点、オカルトっぽいんじゃないっていうようなところ、それ何かっていうとですね、実はK さんのね、持っていたカメラなんですけども、それに写真がいくつか残っていたんですよね。数枚写真が残っていたんです、その旅行中の写真が。なんですけれども、まあおそらく死の直前に撮ったと思われる写真ですね、が残っているんですよ。これはどういう写真かっていうと、森の中っていうか茂み、草むらの中にね、佇むKさんが、まあ、悲しげな表情をして立っているというような写真なんですけれども、この写真、誰が撮ったんだと、おかしいですよね。一人で下山していたわけなんですよ。でもですね、死の直前の写真が残っているんです。 K さんの誰かが撮影した写真が残っているんです。でさらにこの写真がですね、まあ、実際の写真は出回っていないようなんですけれども、再現されたような写真とかをこう何枚か見ることができるんですけども、それを見るとですね、こう非常にこの K さん自身が本当に生きている人なのか幽霊なのか分かんないような不気味なオーラを醸し出しているというようなことで、もしかしてこれなんかちょっとオカルト絡みなんじゃないかっていうふうに言われているんですね。で実はこの死の直前の写真を撮ったと思われる人物っていうのが後日名乗り出ているんですよ。当時近くに釣りに来ていた男性です。この男性はですね、釣りをしていた時に K さんがこう寄ってきて、
写真を撮ってほしいですというふうに頼まれたと証言をしているんですね。でこの男性はあまりカメラに詳しくないので一度撮影を断ったようなんですけれども、 K さんがシャッターを押すだけと操作を教えてくれたので撮影に応じたということなんですよね。はい、でこの時ですね、男性は自分の名前、これこれこういう人物でここに住んでいますというふうに、まあ、もちろんね自分の身分を明かしていたようなんですけれども、なんとその後警察が男性を調べたところ、証言していたその住所とか、そういう名前の人物というのは実在しないことが判明しております。はい、でこの男性、新聞で事件を知って情報提供に協力したというふうに警察に話していたんでようなんですけれども、事件が報じられていたのはローカル新聞だけだったと、その男性が来た時点ではね、うん、つまり、まあ、この男性世田谷区に住んでいるというふうに自分で言っていたようなんですけれども、この世田谷区に住んでいる男性がその事件のことを目にする機会はなかったはずなんですよね。そのためこの釣り人であると、自分は釣り人であって写真を撮ったと言っている男性が犯人である可能性が極めて高いのではないかというふうに言われているわけなんですよね。えてか犯人じゃんどう考えてもこれ犯人じゃんねえ。なんかさ、どういう目的で来たかわからんすけど犯人じゃんね。不思議。なんかその犯人が警察に直接行って証言をしたっていうのも不思議だし、その警察がちゃんと身元を調べていなかった、そしてもう連絡が取れなくなっちゃったっていうのも不思議だし、なんかねえ。そんでね、まあこの霧積山温泉、他にも不可解な点っていうのがいっぱいありまして、まあ僕最初に言ったけども、Kさんですね、その金湯館に向かう途中にですね、連絡所に立ち寄ったと言ったじゃないですか。で、まあ、そこで温泉までのことを聞いたりしていたんですけれども、実は K さん金湯館を訪れるのは3度目だったようなんですよね。3回目、この温泉来るの3回目なんですけれども、なぜかそこの連絡所でではですね、初めて来ましたというふうに言っていたりとか、あとは予約していた名前も告げなかったそうなんですよ、その連絡所でね。うん、で、まあさっき言った通り、当時ハイヒールを履いていたと見られているんですけれども、まあ、全然登山をするようなスタイルではなかったので、連絡所の人に指摘されて白のスニーカーを購入したなんていうこともあったりとか、あとはですね、旅館の方にですね、まあもともと3人で行く予定だった旅行なわけですよ、お母さんと弟とね。ということで、そのお母さんと弟が来れなくなって一人旅になったようなんですけれども、事前にそのことを旅館に伝えていなかったということなんですよ。ですので、その旅館の方では3人分の宿泊の準備をしていたということで、2人分の準備が無駄になっていたというようなことも明らかになっているそうなんですよ。うん、意味のない虚言癖があるのはなぜかってね、今タラコナイシノさん言ってくれたんですけども、まあ、さっき言ったアスペルガー症候群なんていうところがね、こういう言動からアスペルガー症候群なんじゃないかっていうふうに言われているようなんですけども、ちょっとアスペルガーとはまた違うんじゃないかなと思うんですけども、アスペルガー症候群って早い話がKY なんですよね。自分が思ったことをそのまま相手に伝えてしまうとか、その悪気があってやってるわけではないんだけれども、人を怒らせてしまうとかね、そういうことがあるんですけども、これ別に悪気があるかないかわからんけれども、その嘘をついてるわけじゃないですか。そういうことではないんですよ、アスペルガー症候群って。なので、ちょっと
まあ、ここからアスペルガー症候群なのではない、まあ、何かしらもしかしたらあるのかもしれないですけども、これだけの情報でそういうふうに決めつけるのはどうかなというふうに僕は思ったんですけれども、うん、ね、はいはいはい。でね、さらにね、このまあこういうさ、オカルトチックなところですごい盛り上がっている事件ではあるんですけども、まあ、さらにそれを助長させたっていうか、そういうような出来事が実はありましてね、昔の心霊番組ですね、この心霊番組がですね、ここの殺人現場で撮影されたことがあったんですよ。で、普通にさ、今の YouTuber とかみたいに行って幽霊映るかなとかっていうようなものではなくて、まあ大変不謹慎な内容になっているんですよね。なんかすごいわけのわかんない霊能者みたいな人が行って、なんかそこでこう儀式というかお祓いみたいなことをやったりとか、これ YouTube にあるので、不謹慎なものが好きな方はちょっと見ていただければ、なんじゃこりゃって思うかもしれないんですけどもね、ちょっと後で時間があったら見てみてくださいね。ということで、まあ被害者 K さんが暴行された上に殺害され、怪しい犯人がいるものの未解決事件となっております。はい、40年経っても今も未解決のままです。うん、というような事件でございます。今日一つ目の事件、切り積山女性殺人事件でした。何か追加の情報とかあれば教えてくださいね。ちょっとコメント読もうかな。しげさん、こんばんは、お久しぶりです二課さん、山に入るのにふさわしくない露出した服装だし、送迎を堅くなに断ったり、ちょっと変わった女性の印象です。うん、確かにね。でもさ、これ客観的に見れば確かにこの情報だけ見ると変わった女性かなと思うかもしれないんですけど、そのさ、まあ例えばね、今までのその前にもこの旅館を訪れてて3回目だったわけじゃないですか。で、今までは多分家族とかで一緒に行っていて、で他の人いるとこうマイクロバスとかに絶対乗るじゃないですか。でもなんかこう一人で来たからさ、なんかちょっと歩いてみたいわっていう気分になったりとか、あとはさ、そのなんていうかな、人に聞いたりとかそういうのが苦手な感じの人って、例えばね、都会に行って、田舎から都会に行って、電車の乗り方が分かんないとか、なんかそういう困難があって、じゃあ、駅2つ先だけども、ちょっと歩いて行っちゃえ、みたいなね。なんかマイクロバスに乗るの嫌だから、歩いて行っちゃえ、みたいな。4キロぐらい、4時間、3、4時間くらい大丈夫でしょうなんていう気分になる方もいると思うんですよ。僕なんかそうなんですけど。だからなんかこう、多分普段の生活の中で別にそういうことをしていたとかっていうわけではなくて、たまたまこのね、一人旅っていう環境になって、ちょっとこうゆっくりね歩いてみようかななんていう気持ちとか、なんかそういう困難もあって、こういう行動に出たのかななんていうのも僕は思ったりするんですけどもね。え、たまにはちょっと自然に触れてみたいわみたいな。でまあこの、まあ、ちょっと調べていただければわかると思うんですけども、写真ね、この死の直前以外の写真にもいろいろあるんですよ。旅館出る前の写真とかもあるので、まあ誰かしらにお願いして撮ってもらっていた写真たちではあるんだとは思うんですけども、いずれにしろその殺害前ですね、亡くなる前に写真が撮られているっていうのは、誰か他の人物と一緒にいたのではないだろうかということが考えられる事件になっております。はい、ねえ、本当だ、俺計算間違って40年じゃないですね、これ50年前の事件ですね。
あら母さん、ねえ、しげさん、ちょっと不思議なのは、家族と行く予定が難しくなったのにあえて一人で行ったのは単に一人旅だったからでしょうか。例えば誰かとどこかで合流する予定だったとかはないのでしょうか。ああ、なるほどね。でもさ、例えば今の時代だったらそれもありえなくはないかとは思うんですよ。例えば出会い系サイトとかそういうアプリとかで待ち合わせてっていうのもあるかとは思うんですよね。たださ、この時代一緒に旅行に行くわけでもない人物とそのどこかで待ち合わせて合流をするっていうことが果たして可能かなと。で、そういう人物って一体じゃあどこでつながった人物なんだろうなんていう疑問も出てくるので、なんかその他の人と待ち合わせたとか合流したとかっていうのはちょっと難しいのかなっていうふうに僕は個人的には思っているんですよね。あとは繁忙期にお盆に全員キャンセルは旅館に悪いからという理由らしいですね。確かにね、それもあるでしょうね。まあちょっと今と時代背景が違うからね、その辺のあれもちょっと微妙なところだとは思うんですけども、ですので僕多分ね、この事件に関してはそんなに難しく考える事件ではなくて、山道を歩いていた一人の女性がたまたま犯人に遭遇してうまく言いくるめられ暴行され殺害をされたというような事件なのではないかなというふうには思っているんですけども、ねえ、で、地元の人が犯人なのか、それともその他から、まあね、観光地ですしね、他からいろんな人も来てるでしょうし、さっき言ったダムの工事でも人が来ているので、そこどことは今この状況では一体どういう人が犯人なのかなっていうところまではちょっと難しい部分もありますけれども、まあいずれにしろその写真を撮ったと名乗り出た人物が犯人っぽいですよね。すっきりしない事件ですね。不思議、すごい不思議。ね。旅館にも電話がない時代なんですね。僕のイメージだとさ、こういう時代の連絡手段って地域とかに一個こう黒電話があって、それでそこにこう電話が来るみたいなもうトトロの中でのイメージしかないですけどね。四国山病院から電話だってっていうあれのイメージしかないんですけども、ね、そういう時代なんでしょ多分。母さん、いいところ気づいた。犯人の目的はナンパじゃなくて殺人だったんでしょ、だって刃物を持っていたんでしょっていうコメントをいただいておりますけれども、どうかなそれは。僕ね、これね、突発的な犯行だと思ってるんですよ。そうそうそう、今亀里さん言ってくれたんですけども、例えば釣りの人であればそういうナイフ持ってますよね。あとは、まあ工事関係の人だとしても、まあ、ロープ切ったりとかなんかそういうのに刃物持ってあることもあるかもしれないですよね。あとはそのだから何かしらこう仕事とかそういうので刃物を普段持って歩く人だったんではないかなと思うんですよ。で、例えばその強姦をしようとかそういうふうに思った時にわざわざ山の中で待ち構えたりしないですよね。そんな
誰が3時間かかるところを女性が一人で歩いていると思うんですか？ですから本当に僕これたまたまだと思うんですよ。で、そのまあ遺体発見現場にタイヤの跡があったなんていうことから、運ばれたんではないかっていうこともあるので、多分たまたま車でこの道を走っている時に女性が一人で歩いているのを見つけて、いたずら目的に連れ去った、そして殺害をしたというのがこの事件の流れじゃないかなというふうには思ってるんですけどね。そうで、車で行動していたとすれば、別に持ち歩いていなくても刃物は車とかに仕事道具として積んでいたりするわけじゃないですか。うん、ですので、うん、突発的に目立たしとかね、怖すぎますよね。でも逆に言うと素人だからそういう風にしたんじゃないかなと。めった刺しっていうと、なんていうかな、あれよ、怨恨とかね、そういう恨みがあってめった刺しにするんじゃないかとか、そういう風な方に言われたりするじゃないですか。でも僕が犯人だったらね、殺人について詳しくないので、こういう突発的な犯行をしたとしたら、殺人について詳しくないので、刺したところで死んでるか死んでないかっていうのが非常に判断がつかないというか、心配になると思うんですよね。じゃあどうするか、何度も刺すしかないですよね。これ例えば怨恨とかだったら、致命傷を負わせるところじゃなくて、例えば顔とかね、を傷つけると思うんですよ。でもこの女性傷ついているのは心臓のところとか、やっぱその致命傷になるような部分が多いわけなんですよね。つまり確実に殺害をしようとしてやった犯行だと思うんですよ。ですので今リカさん言ってるけど、ナチュラル変態説なんじゃないでしょうか、これは。犯人ナチュラル変態説、どうでしょう。ナチュラル変態っていうのも変な話ですけどね。ナチュラルじゃないから変態って言うんですけどね。ねえ、確か被害者は抵抗した形跡が残ってなかったような、同意の上での行為の後に揉めた。どうなんでしょうね。でもその辺はちょっとまあ分からん部分でもあるかな。あ、でもなんかね、あれ、腕に傷がついてたのは確か防御創だったっていう話だったような気がしましたけど、この記事にはなかったけどね。そんなような字だったんですけど、亀里さん、類似事件がありそう。確かね、あったんですよ、この近辺で。そういう殺人事件ではないですけど、強姦事件みたいな変質者が出るっていうような事件確かあったんですよ。ごめんなさいね、ちゃんと調べてくればよかったのに。まさか僕が開いた記事がちょっとあんなに情報が少ないと思わなかった。いつものことなんですけどね、すいませんね。だから、うん、どうだろうね。そんでね、僕ね、今回この切り積山の事件をもう一回見てみるにあたって、ウィキペディアをたまたまちょっと見て、事件のことじゃなくてこの温泉のことを調べたんですよ。そしたらですね、この温泉なんと天狗伝説があるんですよ。なんかね、天狗伝説があるんですよ。なので、まあね、名前もなんかこう霧積山って天狗が出てきそうな名前じゃないですか。だからもしかして天狗の仕業なんつって。さあ、ということで、ナチュラル変態説ね、うん、いきなり天狗とかね。タレパンダさん、天狗で反応しないでください。そういうことではございません。まだ10時前です。
じゃあとりあえずいいかな、1本目一応50分くらいやりました。切り詰山女性殺人事件でございました。うん、この事件ね、結構そのオカルト的な部分にばっかり注目されてて、実はね情報少ないんですよ。まあ50年も前の事件ですのでね。なのでまあこれ未解決事件未だに解決してないっていうことは、おそらくまあ迷宮入りなんでしょうとは思うところなんですけれども、うん、子供の落書き帳を書きながら聞いてて、間違えて天狗って書いちゃった。やめてください。子供の落書き帳に天狗を書かないでください。ね。いや、じゃあとりあえず1話終了したので、国広は一服に入りますよ。すいませんね、初めて来る方々、こういうマイペースな感じでやらせていただいておりますので、ね。ご両親は健在なのかな？50年前でしょ。ああ、まだ健在の年齢ですかね。あ、嘘、健在じゃないでしょう。24歳の親だったら、当時若くて50歳くらいでしょ？だからまあ、もう100歳くらい、今。まあ、微妙なところではありますけど、ねえ、まあ元気なこともあるかもしれないですけどね。連絡帳連絡帳に天狗やめてください。さあ、次どうしようかな。ドキュンの川流れと下村まなみちゃんの事件、次どっちがいいですか？明日早いからもう寝るよっていう方、どっち先にやってほしいとかあればやりますけど。写真の時系列も掘り下げてほしかったです。ごめんね、掘り下げるつもりだったんですけど、まさかのね、僕がやったね、僕が見たね、今ね、この何サイトにね、そこが書いてなかったんですよ、詳しく。ちょっと待って、今一服しながらちょっと探してみるわ。そうなんだよね。ちなみにさ、これ BGM 変わったと思ってるでしょ。よく聞いてみて。実はですね、これね、いつもの BGM の違うアレンジバージョンなんですよ。気づいてた人いるかな。これ気づいてたらすごいわ。
BGM どころか話も聞いてなかった。写真の、じゃあちょっと写真のお話しますか。今ちょっと出てきたので、ですね、まあ写真いろいろ残ってたんですけども、まあ、最後の5枚の写真が変だぞというふうに言われているんですね。でその5枚の写真残っているんですけれども、これがねどういう順番で撮られたかっていうのがちょっと分かんないみたいなんですよ。でどんな写真があったかっていうと、まあ、その金刀館のですね、水車の前で、Kさんが写っている写真が2つ、そして、まあ、その山の途中にですね、あの池があるんですけども、その池の前で撮っているのが2つ。ただこの写真があのちょっと暗くてですね、あの人物まではっきり見えないんですよ、うん、これが2つね。で、最後が滝の前で撮られた写真が1つという、これは確実に残っていた写真なんですね。で、皆さんのさっきから話題になっている心霊写真と言われている写真、これに関してはですね、まあ、実在するのかしないのかもちょっとね、わからないようなんですよ。実際に見たことがあるわけではないので、誰かがね、あの、新聞とかの記事で書かれたもののようなので、本当にその写真が存在するのか、存在しないのかっていうところも、まあ、論点にはなってくるようなんですけれども、この5枚の今確実にあった写真の中で1個だけ気になることがあるんですね。それが池の前で撮られた写真というやつですね。これが2枚あると言いましたよね。で水車の方の写真2枚はどちらも K さんなんですけども、この池の前で撮った写真に関しては確実に K さんと断定できないんですよ、暗くて。でこの写真ね、見てみればわかると思うんですけど、なんかね、暗いにしろ着てる服が違うように見えるんですよ。つまり池の前の写真が2枚ありますけど、これ K さんと誰かなんじゃないかなっていう、途中でカメラを撮る人を交代して一緒にいた人を K さんが撮影した可能性があるんではないかなと。つまり犯人を撮影した写真である可能性が高いわけなんですよね。だからこれがもしさ、犯人が写っている写真だったとしたらね、さっき警察に後から来たって言ったじゃないですか、その写真を頼まれたという釣り人が。果たしてその写真現像してみて犯人がもしかして特定されているのかというのを確かめに来た可能性はないでしょうか。髪型がおっさんっぽくないです。僕もねこれ男性だと思う。短パン履いてるような気がするんですよね。短パンではないか、ズボンか。立ってる格好が一人の方はスラッとしてるんですけど、もう一人の方はこう割とガタイがいいように見えるんですよね。ですので、多分男性でしょうね。で多分その殺害した後はさ、この自分の写真を撮ったのを忘れてて、まあ、殺害して現場離れたんだけども、後から考えたら、あ、写真撮ってたんだっていうのを思い出して、警察の方にその写真の状況とかね、犯人特定できているのかっていうのを確かめる意味もあって写真の話題を出して情報提供したんじゃないかなと。写真撮ったんですよなんつってね。え、短パンはスカートの中に入っていたとか、いやーこれね明らかにね服の色も違うんですよね、しかもなんでスカートの中に入っていて写真1枚撮って脱いでもう1枚撮るんですか衣装チェンジですかこれ、その池の前で衣装チェンジですか
さあ、というようなひんやりする事件でしたね。さあ、それでは次の事件に行きましょうか。次どうしようかな。いいか、じゃあ順番に行きますか。じゃあ次、はい、トン。下村まなみちゃん失踪事件、日向の高原キャンプ場の行方不明事件でございます。これはですね、国平探偵事務所の動画でもやってますし、実は生配信始めた頃にもね、一回リクエストがあってやったんですよ。やったんですけど、その日ですね、なんかサイバー攻撃に遭いまして、その日のねアーカイブ残ってないんですよ。なんか全部消えちゃってね。そんな恐ろしい事件をもう一回やるっていうね。さあ、これもかなり不思議なところが多い事件ではあるんですけれども、おっと、今日何日ですか。7月25日ですね。これ7月24日です。2009年7月24日、岐阜県の日向野高原キャンプ場で起きた事件です。はい。小学校の野外活動で、このキャンプ場を訪れていった、下村まなみちゃんが行方不明になった事件でございます。よろしいですか。でいきますよ。この日ですね、その前の日か、7月23日、この日向野高原キャンプ場に、愛知県の方の小学校の5年生85名と校長先生、そして教員の数名は、2泊3日の予定で野外授業に訪れていました。7月24日夜には肝試しの予定があったので、事件当日の朝はですね、この肝試しのコースを下見するために4人1グループで1周約2キロの遊歩道を散策することになったということなんですよ。で、朝食を食べた後、午前7時40分過ぎ、まなみちゃんは女の子3人と一緒に遊歩道の散策に出かけました。まあ、4人でね、遊歩道の散策に向かったということなんですね。で、コースの中間地点ですね、ちょうど折り返し地点になるところに校長先生が立っていて、遊歩道を歩く児童たちを見守っていたということなんですよね。で、このまなみちゃんのグループが一番最後だったんですけれども、このまなみちゃんのグループが校長先生が立っている折り返し地点にたどり着いたのは午前8時ちょっと前のことだったんですね。で、そうなんですけれども、4人グループだったはずなんですけれども、校長先生のところに最初に到着したのは3人だけだったということなんですよ。で、まなみちゃんは途中で少しずつ遅れ出したようで、3人から約2分遅れで校長先生のところを通過したということなんですよね。で、まなみちゃんに頑張ってるねと校長先生が声をかけると、まなみちゃんはニコッと笑顔になって先に行った3人の後を追って行ったと。ちょうどこれが8時頃の出来事だったということなんですね。そして校長先生がまなみちゃんを見送った後、もう児童が来ないことを確認するために約1分ほどその場で待ってからまなみちゃんの後を追いました。まなみちゃんよりも先に行っていた3人の女の子たちは別れ道のポイントに到着し、まなみちゃんが迷うことを心配して、まなみちゃんを迎えに行くために来た道を引き返したということなんですよ。で、まなみちゃんの後ろからね追ってきた校長先生と、あと迎えに行った3人の女の子がですね、これ出会うんですよね。その時がだいたい8時4分頃、つまりまなみちゃんが校長先生のところを通過した後4
分ぐらい経過しているところで、戻ってきた女の子たちと校長先生が合流をしたということなんですね。ただこの校長先生も女の子3人もまなみちゃんの姿を見なかったということなんですよ。はい、つまり、まなみちゃんが最後に目撃された8時、それから4分の間に、一本道の中で忽然と姿を消してしまったという事件なんですよね。そしてそこから校長先生や教員が手分けをして探したものの、まなみちゃんを発見できず警察に通報したと。そして警察が昼間の公園キャンプ場にたどり着いたのがお昼ですね、12時30分頃でした。まなみちゃんが行方不明になった場所は、左側には大人でも登るほど難しい急な崖、そしてここはね、クマザサが生えていたのでね、まあおそらく登れんでしょうということなんですよね。で、遊歩道の斜面の下にあるので落ちる心配はなく、まなみちゃんも崖を登ることはできないでしょう。で、右側には小川が流れていたんですね。いいですか、想像してくださいね。皆さん、遊歩道を歩いています。左手は崖で、クマザサが生えてこう上に登っていくような感じね、登れんす。で、右側は小川が流れていたと。で、水深は約10センチぐらいで、万が一顔面から落ちて小川に顔をぶつけた状態で意識を失い溺れたとしても、そこから流されることはないような水深だったと。で、さらにそれだったら発見されてますよね。で、警察が到着後、警察官、消防隊員、消防団の150人体制で捜索をし、行方不明になってから1週間の、間でボランティア含め延べ1700人もの人が下村まなみちゃんを捜索しました。日向の高原キャンプ場は15万平方メートルもある広大な敷地でしたが、ローラー作戦で隅々まで捜索し、林道の奥や建物の中、小川の中、やぶや林の中なども捜索しました。さらに重機を用いて崖を掘り起こして下村まなみちゃんを探しました。でも発見することはできず、遺留品や手がかりも一切見つけることができなかったと。そして未だに未解決事件となっております。はい、それでですね、まあこの遊歩道一本道と言われておりますけれども、実はですね、一箇所だけ分かれ道があるんですよ。その校長先生が目撃した後ですね、ちっちゃい橋があって、その橋を渡り終わった後ですね、普通に行けば右に曲がるように進んでいく道なんですけれども、実はここね、左にも曲がることができるんですよね。で、しばらく行くと行き止まりになっていて、まあちょっと獣道に近いようなね場所になっているんですけれども、もしもまなみちゃんがこの遊歩道のところで道に迷うとしたら、ここしかないんですよ。みんなそう思っているんですよ。なんですけれども、そっちの方に行っても見つからないと。で、さらに途中で行き止まりになっているのに、いない、遺留品もない、どこにも落とし物も何もないっていうような状況なんですよね。で、まあ最初の段階ですね、この事件発生当時はですね、友達3人と約20メートルぐらい遅れていて、校長先生のところを通過してから行方不明になったことが発覚するまで、10分ぐらいあったんではないかというふうに言われていたんですね。ただ、その校長先生の証言によると、実際はそのまなみちゃんは2分間も遅れていたんだよと。グループから2分間も遅れていたんで、20メートルなんてもんじゃないと。2分ぐらいは遅れていたと。で、行方不明が発覚するまでには4分間しかなかったというふうに証言をしているわけなんですね。そうですね。で、このまなみちゃんという女の子なんですけれども、ちょっと今違和感を持った子も持った人もいるとは思うんですけれども、実はこの下村まなみちゃんという女の子ですね、ダウン症の女の子だったんですよ。
で、体が小さく弱かったんですけれども、特別支援学級とかではなくて普通の学級に通う程度の障害だったということなんですよね。で、年齢は10歳、身長120センチくらい小さいですね。小学校5年生で見ると小さいですね。そして体重は20キロぐらい、白地に袖が水色の長袖の T シャツを着ていた、薄いピンクのズボンを履いていた、水色の運動靴を履いていた、髪の毛を2箇所結んでいたというような特徴があります、はい。で、まあダウン症ということで筋力が弱いことなんていうのもあって、例えば買い物に行った時とかですね、こういう時にもすぐに疲れてしゃがみ込んでしまうようなこともあったということなんですよね。で、この野外活動ですね、この時が初めて母親と離れて長い時間を過ごすとことだ、そういう機会だったそうなんですよ、うん。っていうので、まあいろいろね、まなみちゃん自身も戸惑いなんていうものもあっただろうし、慣れない環境でっていうところもあったとは思うんですけども、じゃあ一体どこに消えてしまったのかということなんですけども、うん、まあ一応動物説っていうのもあるんですよ。月のワグマとかね、そういうものに襲われたんではないかと。この現場近くではですね、月のワグマが目撃されているようなんですよ。なので、まあ襲われた、もしくは連れ去られてしまったなんていうふうに言われているところもあるんですけども、まあだとしたら何かしらの証拠が残るわけですよね。血痕なり遺留品なり何かしら物が残るはずなんですけれども、一切そういうのは見つかっていないということで、ちょっと動物説はあんまり考えられないのかなというふうに言われております。はい。そして先ほど誰かも言ってましたけれども、校長が犯人なのではないかという説ですね。これはですね、まあどうしてもやっぱり最後に目撃した大人なので、この校長先生が疑われてしまうという状況が発生したわけなんですよね、うん。で、そのまあ怪しい状況としては、もう最後の目撃者であるというところで、あとはダウン症の子供が2分も遅れていたら一緒に歩くのが普通ではないかって言ったような意見、あとは最初に通過した3人に待つように言わなかったのかとか、あとは行方不明になってから通報までが遅すぎる、そうですね、朝の事件なのに通報したのはお昼になってからですからね、うん。っていうので、疑われているんですけれども、まあ無理だとは思うんですよ。この状況で校長先生が例えば連れ去りを行ったとかね、そういうのはまあ時間的にも無理であるだろうし、どこに連れ去るんだっていう話ですよね、うん。で、そう、さすがに犯人ならバレてると思いますし、ちょっとこの校長先生が犯人説っていうのはね、どうかなと思うんですよ。でね、結構ね、この校長先生ね、教育熱心な方で、まあ自分がかなり責任があるということで悩んでいるようなね、インタビュー記事とかもありまして、ですので、まあその発見のために何か自分に力があるものであればいくらでもお答えしますというようなインタビューとかにも遅れてくれてるような方なので、まあ、うん、その校長先生が犯人説っていうのはないんじゃないかなというふうに思うんですけども、うん、じゃあどこに行ったんだということなんですけどね。まあ例えばこれが、例えばっていうか、正直ね、僕この事件を一番初め聞いた時は行方不明でしょって思ったんですよ。そんな山の中で行方不明になったら、例えばローラー作戦をしたところで見つからないこともあるだろうと。この間のね、道志村のやつもそうですけども、やっぱりいたじゃないですか。まあ、真相はちょっとまだ闇の部分もあるかもしれないですけども、実際にやっぱり山の中にいて発見できなかったっていうのは、この間実際あったじゃないですか。だからこの事件に関してもそうなのかなっていうふうには思ってたんですけど、なんかちょっと人間の手が加わっていそうだなっていうのが僕の思うところなんですよね。なんでかって言ったら、道志村のやつはさ、
一本道じゃなかったじゃないですか。迷う可能性が非常に高いじゃないですか。でさらにそこに崖があって転落したような危険な場所だったわけじゃないですか。そういう場所じゃないんですよ、このまなみちゃんがいなくなった場所ね。なので一つ、この本当にまなみちゃんがいなくなった場所がこの遊歩道上でこの時間であるとするならば、この校長先生が見て、女の子たちが戻ってそこで合流するまでの間に本当に消えたとするのならば、誘拐である可能性は、かなり厳しい部分ではあるんですけども、可能性があるとしたら熊笹の中に隠れていた、地形をよく詳しく知っていて、で、まあ、こういうね小学校のイベントなんかがあるのもね、簡単に情報手に入ると思いますので、そういうので裏道を知っていてキャンプ場に忍び込んで、熊笹の中に隠れて待っていたとか、そういうようなことが考えられるんじゃないかなとは思ってたんですけど、あんまり現実的ではないですよね。で、前生放送やった時にこれとんでもない意見が出てきて、僕もねそれに返す言葉がなかったんですけど、今ミミちゃんさんとかも言ってますけど、そもそもこの朝の散策に参加していなかったんじゃないかっていう話あります。例えば行方不明になったのがこの朝の時間ではなく夜中の時間だった、朝起きたらいない、さあどうしよう、とりあえず朝散策をする時間まではいたことにして、そこで行方不明になったことにして警察に届け出をすればいいのではないかと。その間できれば先生たちは探しててくださいというような判断が現場でされた可能性があるのではないかという話が出てたんですよね。でね、僕ね、なんかああって思っちゃったんですよ。それがさ、もしそうだとしたらこの事件成り立ってきますよね。犯人が別にいたとしても、それを学校側が隠蔽しようとして動いたなら、これは未解決事件になっちゃうわけなんですよね。えそうで、そこで疑問が出てくるのが、10歳の子供たちが親に黙ってられるのかなっていうね話。うん、でも逆に言うとさ、その女の子たちの行動もさ、2分くらい遅れて歩いていたねまなみちゃんをずっとその距離で歩いてったのに、最後の最後に心配になって戻るっていうのも変だなとは思うんですよ。だったら最初からずっと一緒に歩けばいいわけじゃないですか。うん、そもそもスタート地点で一緒にスタートしたのかなというのがちょっと疑問で出てくるわけなんですよね。女の子3人先に行って、まなみちゃん後で行くから先に行ってて、というようなことも考えられますし、いずれにしろこれ学校側が何か情報を操作しているのであれば、まなみちゃんこの4分間にいなくなったのではなく夜のうちにいなくなった可能性が高くなってくるのではないかというふうに思っているので、この今日のアーカイブはここはカットしますよ。ペペペって
ペペペペ、これは生配信ならではの、考察ですからね、こういうのはね YouTube に載せちゃダメなことになってるんですよ。なのでこのね考察ペペペペってこうカットしますから。はい、他なんかありますか皆さん、これこの事件で考えられることってなんかありますか。母さん、子供たちは先生らと一緒に秘密を持ったって言ってますけど、うん、でもね、いくら子供だからといってね、小学校5年生の女の子たちが何も、自分たち何もしてないのにそういう嘘をつくかって言ったらどうかなって思うんですよ。だから例えばよ、例えば夜間にそのまなみちゃんがいなくなったとして、そのまなみちゃんがいなくなった原因がその3人の女の子にあったとしたらどうでしょう。例えばの話ですけどね、だからこの事件、他の子供たちですよね、そのキャンプに参加していた他の子供たちもいると思うんですけども、その子供たちから、朝の時点でまなみちゃんが、いたよと誰かが見たよっていうような情報が出てくれば、今の説っていうのはもうあっという間に覆されるとは思うんですけども、そこの情報っていうのはやっぱ出てきてないので、今出てる情報ってどうしてもその朝散策に行ったんですみたいな散策に行ったんですよみたいなところから始まるものが多いので、そこもどうだったんだろうね。その当時キャンプに参加していた85名の小学生たち、2009年ですから、今から何年前ですか、13年ぐらい前ですか。そうするともう20歳は超えてますね。23歳になるか。うん、どうだったのかなと思って。だからその日の朝の状況とかをもうちょっとこう情報がね、これさ、なんか校長先生も解決するためにいろんな情報って言ってるけども、やっぱその校長先生だけの視点からじゃなくて、いろんなとこ、こんなに当事者としては85人もいるわけなんですよ、プラス教員と校長先生とね、その人たちからのいろんな情報がなんでもっと出てこないのかなっていう不思議はある。なんでそんなに関わった人たちがいるのに校長先生の視点からでしかこう事件が追われてないのかなっていうのはありますよね。うん。さあどうでしょう、ちょっとコメント読みますか。亀里さん、キャンプだし写真はありそう。なるほどね、当日の写真で。そうですよね、そういう写真が出てきてくれれば一番いいんですけどね。母さん、そのグループの子供たちが関わっている秘密だからこそ、先生から黙ってなさいって言われて、その後に先生を不審にならないとかって思う。そんな正義感があったら多分最初からそういうような ことにはなってないとは思うんですけども、小学校5年生の女の子ですので、そこの正直さっていうよりはどちらかというと、その自分たちがやってしまったことを隠したいっていう思いの方が出てくるかもしれないじゃないですか。ねえ、そういうところには素直なのかなと思う部分もあるんですけど、カズさん、そもそも子供たちはいなくなったことすら知らなくて、まなみちゃんはトイレだから後から先生と追いつくから先に行っててとか言ってたらどうだろう。うん、それもね、僕ありえるんじゃないかなとは思ったんですよ。ただそれこそその女の子たちの証言として、スタート地点からまなみちゃん実はいなかったんだよっていうようなことが出てくるかなと思うので、ちょっとどうなんだろうっていうふうには思いますけどね。タラコナイシノさん、最初の報道でグループの子が男子だったって言ってたらしい。へえ、そうなんだ。
ひろきさん、一番最後の組にするの、そうなんですよ。ね。なんでそんなさ、一番補助が必要な子供のチームを最後にして、それでさらに、2分間も遅れて歩いているのに、その、誰も補助しなかったんだろうっていうようなね、そういう疑問も出てきますよね。先生にしろ生徒にしろ誰かが言っちゃいそうだけど、ポロッと。そうなんですよね。絶対どっかでみんなで嘘つくっていうのは多分無理だと思うので、どっかで辻褄が合わなくなってくるとは思うんですけども、でもだからこそいろんな人の証言がこれ出てきてないんじゃないかなっていうふうにも思うんですけどね。写真は確か前日のしかなかったと思う。あ、そうなんですね。マサルさん、障害がある子に対してのいじめとかではないのか。小学校時代クラスメイトが障害のある子がいていじめられて学校問題になった。正直ね、それもなくはないと思ってるんです、僕は。どうしてもやっぱりね、言葉ではみんなと同じようにって言っていても、みんなと同じように生活するっていうのには、この子供たちっていうかね、その小学5年生たちがそこをどこまで理解できるかって言ったら微妙な年齢ですしね、難しいところはあると思うんです。だからそういう雰囲気っていうかも多少はあったと思いますよ。まあ詳しくはね、その状況わかんないので何とは思いませんけれども、母さん、出発前にグループの写真を撮って出発するよね確かにね、確かにグループで確かに撮るかも、そういう時ってね。あえて撮らなかったんじゃないですか、いないからなんつって。たらこの石のせい、やっぱ夜のうちに行方不明になった王はいじめで死んだ。いずれにしろちょっとなんかいなくなったのは夜のうちなのかなっていうふうに思っちゃうっていうか、それが一番この話の辻褄が合うというか、なんというか、それなら納得できますよね。今日の主人の母さんに優しいは何言ってんですか、いつも優しいですよ何度考えても不思議な事件だなと思うんですよ。でもなんかね、そう、僕の中ではどうしても最初からね、どうしてもちょっとこの状況下での誘拐は無理なんじゃないかなっていう思いがどっかであったんですけど、でもちゃんと状況を整理していくと、やっぱりその4分間で迷子になったっていうのも非常に考えづらいし、そうすると、やっぱ誘拐しかないのかななんていうふうに思ってたところに、この夜中にいなくなった説っていうのをバーンと出されたので、なんかもうあと思ってなるほどっていう、なんかこう僕の中で今まで未解決事件いろんな考察してきたんですけど、なんかこう一番つながった感じがしたんですよ。本当はそう思いたくないですけどね、この校長先生が非常に教育熱心な方で、そういう活動してる方だっていうのも知ってるので、できればそういう方向では持っていきたくないんですけども、その意見を言われた時にもうパーンとつながっちゃった気がしたんですよ、自分の中でね。ですので今日の考察は全部こうペッペッペッとこうカットさせていただきますのでねえ、MSP さん、はじめまして。いじめとまではいかないにしても、体力のないまなみちゃんと組まされた子たちは重荷に感じていたのかもしれないですね。それもありますよね。
夜であったとしたら確かに誘拐も可能ではあるんでしょうね。ただまあテントの中とかから連れ去るのは多分無理だと思うので、やっぱどちらかというと誘拐というよりは、誘拐というよりは事故かなって思ったけど、だとしたら遺体が出てこないわけないもんね。さすがに遺体遺棄はしないでしょう、隠蔽のためにね。えなんかこう子供たちが連れ出して夜散歩をしていて誘拐されちゃって、そこで迷子になっちゃったとか、誘拐されちゃったとかっていう可能性もあるんでしょうか。そうなんですよ、タレパンダさん、グループ決める時点でいろいろ考えて相性だったり判断してやるけどな。そうなんですよ。だからあのお世話係みたいな子ね、すごく面倒見のいい子が普通こういう子にはついて、先生がつかないとしたらね、で一緒に最後まで歩くと思うんですけども、なんかこうそういうことがされていないっていうことがちょっと不思議だなというふうに思ったりしているわけなんですよね。という事件でございました。田中さんこんばんは、いらっしゃいませ。さあ次の事件いきますか。次の事件じゃない、事故はですね、もう知らない人ってあんまいないと思うんですけども、非常にこう後味が悪いというか、胸くそ悪いというか、なんというか、なんとも言えん、なんとも言えん事故なんですよね。ちょっとあんまり同情もできんかなっていうような事故なんですよ。なんかなんて言ったらいい、なんかこれを皆さんの教訓にしてほしいなって思う事故なので、あんまり感情移入せずに冷静に聞いていただければ幸いです。はい、ちょっとその前に一服しますから、皆さんコメントで盛り上がっててくださいね。そうなんですよね、かなり教訓を得られる事故ではあるんですけれど、やっぱ年数がちょっと経っちゃってるので、忘れている方も結構いると思うんですよ。あるいは若い方だと知らない方もいると思います。ちなみに僕、何年か前にネットで知るまで知らなかったです。事故、セルゲイさん今来ました、あ、いらっしゃいませ。やばかったら削除してやばいコメントせんでください。ロクンの川流れは13人死亡、ちなみに知床の遊覧船の犠牲者は26人です。まあ、次やる事故、ドキュンの川流れという別名がついてますけども、なんでドキュンの川流れなのかっていうのはちょっとお話を聞きながら考えていただければ。ドキュンの川流れの最年少はね、でもね、子供ちっちゃいんです。ちっちゃい子、赤ちゃんみたいな子もいたと思うので、
らずに取り残されちゃったやつっていうか、取り残ったんです故意的に残ったんですあれは。母さんドキュンって文字を打ったらドキュンって出てくるってそりゃそうでしょうよ。ダムのやつ、そうそうダムのやつです。やっぱみんな結構詳しくあんまり知らなかったりしますよね。川です、川、ダムの下の川のやつです。ドキュンって何ですかって、分かりやすく言うと母さんみたいな人たち、そうなんですよね。タレパンダさん言ってるけど、そもそもキャンプに連れて行くようなこう年齢の子供じゃなかったりを連れて非常に危険なことをしているようなこともあったりね。セルゲイさん200人以上を連れてキャンプに行ったすごい規模だな先生ですか。子供たちが面白がって前日の夜に肝試しの下見に行って大騒ぎになったことがあります。なるほどね、そうなんですよね、子供ってそういうことをしようとしますもんね、ドキュンっていうのはさ、あのほらその辺にいるやからのことですよ。まあ一昔前の分かりやすい言葉で言えば、なんていうかな、ヤンキーともちょっと違うな。なんかこうヤンキーはヤンキーでもこう筋が通っていない、本当にただあのバカなやつらみたいなのをドキュンって言うんですよ。これ別に最近の言葉じゃないですけど、目撃ドキュンからネーミングされたって本当ですちょっとそこまでわかりません半グレ、半グレ、でもなんかこうあんまり年いった人とかじゃなくて、あの若いその辺のフラフラしてるような兄ちゃんたちのことをドキュンって言ったりしますよね。あのドキュンカーっつってさ、あの変な羽がついてボカボカしてるような車とかをドキュンカーって言ったりするじゃないですか。あ、そうそうそう、亀田さんそのイメージいいですね。渋谷ハロウィンで車ひっくり返すようなイメージ、そう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 あとはあの田舎のコンビニの前にたむろして、あの来る客を全員にガンを飛ばすみたいな目撃ドキュンとかめちゃくちゃ懐かしいですね。あったなそんな番組。したさあ、それでは、そのドキュンの川流れですね、黒倉川の水難事故というものです。ほい、ちょっと待ってね、今記事を出しますから、ちょっと待ってよ。これで黒倉川と読むらしいです。僕何回読み方聞いてもね、忘れちゃうんだよな。黒倉川の水難事故。
と、これはですね、神奈川県かな、神奈川県で発生した水難事故なんですね。1999年8月14日、これもお盆ですね。99年の8月14日に神奈川県の黒倉川で発生した水難事故です。この川のですね、中洲でキャンプをしていた横浜市内の、廃棄物処理会社に勤める男性社員たち、子供を6人含む彼らの家族、さらに社員の婚約者、女友達を含む18名が、そのキャンプをした翌日のですね、熱帯低気圧の大雨による増水で流されて、最終的に計13名が死亡してしまった事故です。はい。で、この現場なんですけれども、標高1673メートルの、山を水源としているようなところなんですね。で、まあ登山者が多い山なんですけれども、近くに海があるということで、湘南海岸とかね、相模湾からの湿った暖かい空気が高い標高を引き受けることから、冬の季節を除いて降水量の多い山、そもそもが降水量が多い山なんですよ。うん。で、地理的には、その上の方にですね、黒倉ダムというものがありまして、まあ、その沢登りのコースなんかもあるんですけども、まあ、そういうのがね、登山者の中では有名な山となっているということなんですよ。まあ早い話が、上の方にダムがあって、めちゃくちゃ雨が降ると、そして川が氾濫しやすいよっていうような、場所なんですね。で、この事故が起きた当時、ちょっと待って、なんか BGM 止まったんだけど、よいしょ。この事故が起きた当時ですね、北日本、東日本は猛暑、四国や九州は曇りや雨模様が続く気象となっておりました。8月の上旬の札幌で平均の最高気温が那覇を上回るというような異常気象が続いていた時期になります。はい。で、じゃあ時系列順に、時系列を追ってこの事故を見ていきたいと思います。その8月13日ですね、キャンプを開始した日ですね、15時頃、夕方の3時頃ですね、雨が降り始めました。で、当時はそのオートキャンプブームというんですか、そういうものがあったりとか、あとペルセウス座流星群のなんかそれが見えるよっていうようなことで、そこにお盆の時期が当たって、遭難したそのね、流された人たちの一行を含めて、この黒倉川では、キャンプ指定地外の6箇所に50個ぐらいテントが張られていたと。まあ、この人たちの他にもキャンプをしていた人たちがいっぱいいたんだよということなんですよね。天気悪いのに、雨降ってるのにね。で、15時20分頃ですね、ダムの管理職員が1回目の巡視を行い、ハンドマイクで行楽客に増水と水位上昇の危険性を警告し、退避を促したところ、大部分の、お客さんたちはですね、この警告に従って水際から撤退したものの、その一方で事故に遭った一行からはの反応は冷ややかだったと。周りはみんな警告出たから避難しようということで退避したんですけれども、この一行はですね、川の中洲でキャンプを続けるわけなんですよ。何言ってんだと、警告が何だというような感じでキャンプを続けるわけなんですね。で、16時50分にはですね、神奈川県全域に大雨洪水注意報が発表。19時頃には、そのキャンプに参加していた25人のうち4人は日帰り参加のため帰宅しました。19時35分頃にはさらに雨足が激しくなり、事故現場の5キロ上流のダムが
放流予告のサイレンを鳴らしています。19時50分ごろ、ダム管理職員が2回目の巡視を行い、このキャンプをしていた一行にですね、中洲から退避してくださいと勧告をしたんですね。なんですけれども、なんとこの勧告も拒否するわけなんです。しかし20時6分、このダムの管理事務所はですね、これ以上は危険というふうに判断して、警察にお願いして警察からも退避許命令を出してもらったんですね。で、もう警察の方に通報して、8時20分ですね、この頃にはもうダムが放流を開始しているわけです。で、21時10分、ダム管理職員と警察が退避勧告をしに、このキャンプをしている人たちのところに向かいます。中洲と岸辺の間の水流は勢いを増して、直接勧告することは不可能で、一行のうち比較的年齢の高い社員とその妻ら3名が指示に応じて中洲を離れ自動車に退避したと。わかります？この21時の時点、警察とダムの管理職員が向かって勧告をしに行った時点で、もう水の勢いが増してて中洲まで近づけないような状況だったんですよ。で、拡声器みたいなのを使って退避してくださいっていう風に呼びかけたんですね。で、その3名は指示に従って中洲を離れて自動車の方に退避したんですけれども、他の人たち残り18人ですね、18人は子供を含める18人は退避しないでそのまま中洲に残ったと。ただ警察とかも安全を確保しなければならないので、拡声器を使って大丈夫ですかと安否と人数を確認したわけなんですよ。すると大丈夫というふうに反応があったんですね。で、警察官はもう全然勧告に従わないので、万が一の場合は、後ろの山の方に避難してくださいよというふうに告げたわけなんですね。はい。そして夜が明けまして、朝5時35分頃、さらに雨が激しくなって神奈川県全域に大雨洪水警報が発表されています。で、6時頃になると、前の日にね、その撤退した3名のメンバーですね、年のいった人たちですねが、川を渡って中洲のテントに残っている仲間に、中洲から避難してくださいというふうに呼びかけたんですね。仲間がですよ、最初の日の夜に一回車の方に避難していた仲間が、さすがにまずいぞということで、退避するように、中洲から退避してくださいというふうに呼びかけたんですけれども、テントから反応がなく、無視されたと。仲間の勧告さえも無視されてしまったということなんですよね。で、この時、水流はまだ膝下くらいの深さで、なんとかこの時点であれば、渡って避難をすることが可能な深さであったということなんですね。そして6時35分、豪雨による増水に伴い、貯水機能のない黒倉ダムは本格的に放流を開始しました。そして7時30分頃、警察官が巡回し、テントまで2メートルの付近まで近づいて、退避を呼びかけたんですけれども、この時点でも反応がなく、警察官は現場から離れることになります。さらに時間が経過して8時4分、熱帯低気圧の接近で本格的な暴風雨となり、前夜に岸に避難していた社員から消防に119番通報で救助要請が入ります。はい、よろしいですか。通報したのは前の日に、退避していた社員の方ですね。さすがにこれもうまずいということで、消防の方に救助要請をしております。そして8時30分頃ですね、すぐ下流の方の水位は普段よりも85センチ高い1メートルほどとなっておりまして、中洲も水没しています。で、膝越し以上の水位は、通常の流れがあっても、なかなかね、大人でも歩くのは危険なレベルでありまして、増水して急流となった現場は自力での退避が不可能となってしまった。8時半にはもう自分で退避できなくなっちゃった。中洲もなくなっちゃった。で、この時点でもう、岸からの距離は80メートルほどになっておりまして、でテントはすでに流されて、中洲で野営をしていたその一行ですね、取り残された18名はパニック状態となってしまったと。
そして午前9時7分ですね、消防の本部から救助隊5人が通報を受けて現場に到着で、まあ、自分たちの足でね歩いての救助を試みるんですが、水流が激しくて断念してしまいます。でリバーレスキューってね、その川のレスキューを専門にしている要因なようなんですけども、こういう人たちはこのところはあんまり大きい消防署ではないようなので、そういう特殊なレスキューは配置されていなかったこともあったりとか、あとはまあお盆期間ですのでね、消防の方の人数もかなり制限されていたということで、かなり少ない体制での消防活動が行われていたということなんですね。で、まあ、その後、まあ、非番の消防士さんなんかもね要請されて、約20人で救助活動を行うことになるんですけども、その20人が揃った時にはですね、もう11時半頃になっていたということなんですよ。はい。で、まあ、もう話ちょっと戻って、10時頃ですね、10時頃にはレスキュー隊員11名のうち2名が、対岸に到着をしています。でさらにこの頃ですね、もうこの放送局のテレビカメラも現地に到着し、取材が開始されています。10時10分救助ヘリコプターの出動が要請されるものの、行けるわけないじゃないですか、こんな天気でヘリコプターが出動できるわけがないじゃないですか。でヘリコプターは出動しませんでした。当たり前です。この時報道用のヘリコプターも当時現場には近づけず、上空からの映像はありません。はしご車による救出も路肩が狭く安定が維持できないため不可能であり、ロープによる救出方法以外に、方法はなかったというふうにされています。10時半頃レスキュー隊が対岸に救命、これ何て言うんだろう、発射するやつ、ロープをプシュッてこう発射するやつ、鉄砲みたいなやつでね、でそれを試みるんですけども、1回目は失敗、15分後に再びロープが発射されますが、2度目も失敗してしまいます。まあそんなに簡単にはいかんでしょうというところですけれども、で11時頃にはですね、クロクラダムから警察の要請を受け、警察がね要請をしてその放流を中止したんですけれども、クロクラダムは発電用のダムで貯水能力に乏しいためすぐに満水となり、崩壊の危機に直面し、やむなく崩壊防止のため5分で放流再開となってしまうんでした。当たり前ですよね。それからまた11時38分には水深が2メートル近くになり、水位は胸にまで達し、救助隊や報道関係者の見守る中で18人全員がまとめて濁流に流されてしまいました。はい。これ映像あるんですよ。そう、現場にカメラが入っていたので、ほぼほぼ生放送でこの人が救助活動を行って、そして流されるところまでっていうのが生放送で全国民が見守ったような形になるんですね。でこの映像ね YouTube で探してもらえればあります。はい。でこの18人が濁流で流されたわけなんですけれども、この時にですね1歳の甥っ子を抱いていた人がいまして、でその人がですねとっさに子供を岸に向かって放り投げたんですけども、でたまたまそのね別のグループのねこの救助を見守っていたキャンプ客がですね、この1歳の子供を助けたわけなんですよ。なのでこの子は助かっております。で、助かったのはこの子供と父親と姉を含む大人3人、子供1人もその後対岸に流れ着いたんですけれども、残りの13名はすぐ下流の、方に流れ落ちていき、以後姿が確認できなくなったということです。12時14分には、現地に本部が設置されて数名が泳いでいるっていうようなね誤情報だったようなんですけれども、まあそういう情報も出たので一応ボートで捜索を開始したんですけれども、17時ですね、夕方の5時にはですね、自衛隊も要請しているものの、19時頃に、女性2人の遺体を回収しています。で次の日になって自衛隊のチームはですね、その対岸に流れ着いて助かっていた人たち4人ですね、4人を救助して、8時半には4人の救助が完了しているということですね。この日の午後には2人の遺体を発見、でそれから、警察、消防、自衛隊で340人体制で捜索をしたものの、大雨でダム
まで流れ出した流木なども多くて捜査は難航を極めました。はい。そして8月29日までに、死亡した13人全員の遺体を収容したということになっております。はいですね。で、今ここまで聞いても、あのコメントとしては、いや何してんのっていうコメントしか出てこないんですよね。そうで、さらにこの事件、さっきから母さんが言っているドキュンですよ。なんでドキュンとそこまでドキュンと言われなあかんのやっていうことが、ちょっと疑問に思った方いますよね、多分。まあ、指示に従わなかったっていう話だけでも、かなりアホだなとは思うんですけど。さあ、じゃあ、なんでこの人たちがドキュンと呼ばれているのか。いきます。ドキュンの川流れと言われる理由。1、被害者の暴言の数々。はい。この被害者たちですね、とんでもないんですよ。まず増水から退避勧告をするっていうのは当たり前なんですけれども、まあ、そういうね、勧告をした人たちに対して、まあ、他のキャンプの客たちはみんな従ってんのに、ここだけ従わなかったわけなんですけども、その時にですね、ダムの職員、警察官に対して、早く失せろ、殴るぞ、放っておいてくれ、楽しんでるんだよ、などといった暴言を吐いていたと。で、さらにですね、実はね、あのね、地元のね、優しいおじいちゃんとかがね、いや、本当に危ないからって、倉庫危ないんだよ、もう水来るから、逃げてって夜に言ったようなんですよ。なんですけれども、その地元住人に対して、地元の人は臆病ね、田舎者はプライバシーを犯すのが趣味、などといったような暴言を吐いています。ね、もうなんか、はえっていう、もうなんか、なんかね、コメントのしようがないですよね、なんか。そう。そしてさらにですね、そんなこんなで自分たちがとんでもない事態を招いておきながらですよ、救助隊が救助するわけですよね。その救助活動が始まった際、この一行のリーダーの男性ですね、はですね、あのレスキュー隊に向かって、あの川の中州、自分は体半分まで使った状態でレスキュー隊の方に向かって、おいこら、ヘリを呼べ、もたもたすんな、仕事なんだから早く助けろ、なんていう暴言を吐いていたと。で、この暴言はもうテレビカメラにしっかり収められているということなんですよ。なので YouTube とかで見るとね、このシーンが見れるんですけども、はい。こんなね、もうコメントのしようがないですよね、もう。一言、ドキュンっていうこと、そう、思考が理解できないんですよ。どういうことなんだろうと思って、どういう育ち方をしたらこういう人間になるのかなって思うんですけど、はい、なんとこの暴言を吐いたと言われているリーダー格の男性ですね、はい、この男性が生き残った男性です。はい。ドキュンの川流れと言われる理由その2、自分勝手な発言と地元住民へのひどい態度。はい、ということで、まあ今のところまでの聞いた話でもだいぶとんでもないやつらだなっていうのが分かっていただけたと思うんですけども、その後も続くんです、このドキュンの行動は。救助後ですね、救助隊にはテントを回収したら返してほしい。意味わかります？救助後ですよ、自分たちが助けられた後ですよ、自分の家族流されてるんですよ、そしてこんないろんな人に迷惑をかけているんですよ、その中でテントを回収したら返してほしい、どっからそんな言葉が出てくるんですかと。ね、テントの心配をするっていうのが、全く理解できませんね。まあ、これ救助隊からの証言なので事実なんだと思うんですけどもね。でさらにですね、この地元の人たちがですね、
優しさでね、おにぎりを差し入れしたそうなんですよ。そしたらですね、そのこれはねちょっと本当か嘘か分かんない話でもあるようなんですけども、その差し入れをしたおにぎりをね、まずいって言って、もっとマシなものを食わせろって言って、そのおにぎりを地面にたたきつけたという行動をしているっていう話も出てるんですよ。まあでも地元の人たちが見てた話とかだからほぼほぼ事実なんでしょうね。びっくりです。はい、ということでこの人物が生き残っていると、まあ、この人物もっていうか多分亡くなった方のことを言うのもあれなんですけども、まあ、みんなちょっとそこに感化されたような人たちが多かったのかなっていうので、まあこれね、一番の被害者は子供たちですよね。子供ってやっぱり親が大丈夫だって言ったら大丈夫だと思うじゃないですか。だから本当にそこの巻き添えになった子供たちがかわいそうだなっていうところではあるんですけれども、ちょっとなんというかね、僕も人間ですのであんまり同情できないかなと。言うならばまさしく自業自得という言葉がぴったりなのかなっていうふうに思う事故なんですけれども、はい、ねえ、びっくりです。これがドキュンの川流れの全容です。はい、黒倉川水難事故でした。なんかね、そのね話によると、地元のおじいちゃんがさ、危ないから逃げろっていうことを言ったって言ったじゃないですか。でその時に大人たちはみんなね、うるさいうるさいみたいな感じだったようなんですけども、5歳ぐらいの女の子がね、一人ね、いや、あの人の言う通りにしようよっていう風に言ったようなんですよ、大人にね、自分の親たちに。でもね、誰もそれを聞いてくれなかったようなんですよね。で結局その女の子はまあ亡くなってしまったというようなこともあるんですけれども、なんというかがね、本当にねびっくり。これ自然災害じゃないですよね、これ人災ですよね。でももはや災害でもない気がしますけどね。え、なんかもうちょっとコメントのしようがないんだなですけれども、ですけれども、やっぱり逆の、まあこれはちょっとかなり特殊な症例ではあると思うんですけども、やっぱこう旅行とか行った時とかね、キャンプとかそういうのもそうなんですけど、自分の地元じゃないところでやっぱその地元の自然の怖さっていうの分かんないところとかってあったりするじゃないですか。でやっぱ地元の人の言うことってそうなんですよ、地元の人が恐れるっていうことは、そこに長年住んでて経験を持ってる人たちが恐れることっていうことは、そんな他の土地から行った人たちが対応できるようなことではないわけじゃないですか。ですからまあこの教訓としては、まずその人の指示に従えっていうのと、その地元の人の話っていうのはやっぱ聞かなきゃないですよね。危機管理がなってないとかそういう次元の話じゃないんだよな。ねえ、ちょっとまあ非常に衝撃的な映像なんですけれども、興味がある方ぜひ YouTube とかでね、ドキュンの川流れ、あるいは黒倉川水難事故で検索すると出てきます。あるいはっていうのも変な話ですけどね黒倉川の水難事故です。はい、ちょっと検索していただければ出てきますので、ぜひぜひ興味のある方ちょっと見てみてください。はい、さあ、やっぱり未解決事件をやるとちょっと視聴者数が多いですね。どうしようかな、どうしようかな。まあいいか、じゃあ生放送なのでちょっとゾッとする水難事故にまつわる僕の実体験というか、まあ僕の周りで起きた事件を一個お伝えしましょうか。
こういうのあんまりね、アーカイブとか残したくないので生配信でしか言わないんですけど、思い出しちゃった事故が一個あるんですけどね。事故、事件、どちらでしょう。何年前かな、何年か前にですね、僕のね住んでる近くでね、台風の日だったんですよ。で、台風の日で雨も結構降ってた日だったんですけれどもね、結構車の通りは多いところですよ。で、さほど横に小さな川があって、で、道路のすぐ面したところの川なんですけれども、そんな道路が氾濫、川で氾濫するようなね、そういう場所ではないんですよ。そういう場所ではないんですけれども、走っていた車がですね、直線道路なんですけれども、なぜかガードレールを突き破って、その増水した川に落ちて、乗っていた、仕事に向かう途中の人たちだったようなんですけども、乗っていた4人の男性ですね、大人の男性なんですけど、4人全員が死亡するという事故が発生したんですね。これ何が変かって、その車、川、ちっちゃい川に落ちたわけなんですけれども、車はすぐに発見されたんですけれどもね、その男性4人全員いなかったんです、車の中に。で、後々にこう一人ずつ見つかっていくわけなんですけれども、一人だけいつまでも見つからなくてですね、1ヶ月ぐらい経ってからかな、1ヶ月ぐらい経ってから、川のすごい下流の方で、もう何キロも離れた方で、その一人の男性の遺体が発見されたというような感じで、4人全員の死亡が確認された事故があったんですけどね。で、これも別に、もうちょっと変だけどもさ、別にそんな怖い話じゃないじゃないですか。でね、この僕がゾッとしたのはですね、このテレビにね、特集というかニュースになるじゃないですか。その事故当日のニュースに、その運転していた男性ですね、車を運転していた男性の奥さんが当日にインタビューに答えているんですよ。で、それがニュースの映像で流れてたんですけど、そのどういう心理状態でニュースに出たのかななんて思ってたんですけども、僕その奥さんの顔を見てね、実はね、ゾッとしたんですよ。というのもですね、その事故が起きる半年くらい前かな、1年も経っていなかったと思うんですけれども、これ聞いた話なんですけれども、病院の救急にね、一人の女性が赤ちゃんを抱えてやってきたんですよ。で、子供がなんかぐったりして元気がないんですって言って連れてきて、看護師さんが、どうしたんですかって見たら、子供もう心肺停止状態だったんですよ。で、そこで蘇生をしたんですけれども、一時一命は取り留めたんですけれども、もうかなり心肺停止の時間が長かったようなので、結局何ヶ月か後に亡くなったんですよね。しばらく人工呼吸器につながれていたんですけども、結局亡くなったんですよ。で、その母親がね、当時証言がなんかすごい食い違ってわけが分かんないっていう風に話してたんですよ。なんかお風呂に入っている間にそうなってたみたいな感じで、で、その後すぐに救急車を呼ぶわけでもなく、なんか処置をするわけでもなく、ちょっとしてからなんかその赤ちゃんを抱えて病院にやってきたというような話だったんですね。で、なんかその病院の中では、これかなり変なあれだよね、でもなんかこう虐待とかそういうのを裏付けるような
情報もないし、これ何なんだろうねって言ってたその母親がテレビのインタビューに答えてたんですよ。意味わかります？半年前に赤ん坊が不審死をした人の夫が半年後に不審な事故死をしてるんですよ。っていうのがね、僕の近くで起きておりまして、今ねこの水難事故っていうワードを聞いて思い出した話ねえ、なんで今までこの話を出さなかったんだって思うでしょ。ね、忘れてたなんかねすごい、そう、僕ね結構ね多分いろいろやばい話持ってるんですけど、なんかねやっぱこう忘れてることが多いんですよね。で今、あそうだこんな話があったんだったって思い出したからちょっと言ってみたんですけど、ゾッとするでしょ。どうですか、真夏の暑い夜にこんな話はいかがですか。はいはいはい、ということでね、じゃあ今日ね、まあもう11時過ぎましたから、生配信始まって2時間ぐらい経ちますよ。今日はですね、真夏の事件事故特集ということでですね、一つ目、なんだっけ、どうせした霧積山温泉の事件、そして二つ目、昼賀の高原の行方不明事件、そして三つ目、黒倉川の水難事故についてご紹介させていただきました。まあ、今日あんまり考察のパートはなかったかとは思うんですけども、皆さんの中でね、これからこの暑い夏を楽しく安全に過ごすために何か教訓が得られたのではないかと思います。はい、ですのでね、悲しいことにならないように皆さんもね、いろいろなことに気をつけながらこの暑い夏を過ごしていってほしいかなと。コロナで大変なところもありますけどね、皆さんねぜひ気をつけて暑い夏を乗り切っていただきたいかなというふうに思っております。はい、どうでしたか、久々の未解決配信は。僕疲れましたやっぱり久々に未解決配信やると疲れますね。まあ大体、この感じでいくとですね、月1回ぐらいのペースでは未解決事件の生配信をしております。で、まあ大体週1回ぐらいのペースではですね、あれ国平津バーの方、開店しておりまして、そこではね、時々怖い話、ゾッとする話とかを入れながら、例えばこの間はね、視聴者さんからの提案でですね、サイコパス診断なんていうものをやってみたりとか、あとはまあそういう企画をたまにちょくちょくやったりしていますので、ぜひぜひ興味ある方は国平津バーの方にもおいでくださいませ。まあ、国平津バーいつも告知しないで急に始めたりするのでなかなか参加難しいと思うんですけれども、お酒を持ち寄っていただいて、楽しく参加していただければいいかなというふうに思っております。はいはい、次回8月後半かお盆かな。そんでね、今回ね、ちょっとどこの企画でやろうか迷ってるんですけども、お盆あたりにですね、組平百物語というね、なんだ、ちょっとね、事件じゃなくてね、オカルトの話、怖い話をちょっとこう何個か持ってきてやろうかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ、まあいずれ告知はするかとは思うんですけども、ぜひそういうところにも参加していただけたらなというふうに思っております。はい、では以上、今日は3本立てでお送りいたしました。はい、じゃあ次回もぜひぜひ皆さんいらっしゃってくださいね。今日はありがとうございました。それでは次回お会いしましょう。国平でした。